国学院大学神殿は東京都渋谷区にある神社、アマテラスコウと天神地議800万神を祭神とする。国学院大学神殿は国学院大学の鎮守として大学が転移した渋谷氷川浦五領地に1930年に建立された。神殿前には神奈美川が流れる。当節の記述は国学院大学神殿前の案内に基づく。 国学院大学は大学令の交付に伴い、1920年4月15日付で大学に昇格した。これに伴い、当時国学院大学の経営母体であった、高天高級所所長の一喜聞特郎を中心として、将来に向けた学部、研究施設の充実と飯田町からの全額移転の検討がなされた。 その早期解決を実業界の言動として著名であった和田豊次の手腕に期待して、1921年2月25日に専務理事、桑原義樹が和田の元を訪ねて理事就任を要請し、和田はこれを快諾した。和田は一期、桑原と共に高知公社を売却する段取りをつけるとともに渋谷の日川浦子領地の払い下げについても交渉し、 1923年に国学院大学の渋谷移転が実現された。和田は公天高級所国学院大学の創立以来、高知に神殿がないことを遺憾とし、皇帝に額紙を鎮祭りする神殿建立を希望して、その費用1万5千円を指定寄付した。しかし、渋谷移転直後の1923年9月1日に、 関東大震災が発生し、校舎復旧のため神殿着工は大幅に遅れ、和田は神殿の鎮座を目にすることなく1924年3月4日に死去した。神殿は和田の寄付をもとに1929年11月9日に寄港。1930年1月29日に上等祭を迎え、4月30日に神殿祭。 鎮座祭を採用するに至った。翌日の5月1日に御鎮座報祝祭を採用して以後、この日を神殿鎮座の日と定めて今日まで記念祭を大祭として採用する。1978年には、病人系の鳥居に混流以来40年余りを経て、痛みが生じたため、法人参与、松野親尾からの雇用罪の寄贈を受け1月14日に木造し、 自賃祭を採業4月22日に春行し、千発祭りを採業した。1986年には、糸みが生じた屋根の吹き替え工事を行うため、9月1日に仮戸の千座祭を採業本殿屋根の銅板吹き替え主に、玉垣内側の檜の灯籠屋根、外側の石灯籠の生じ、本殿の鬼板、胸の両端の地に、 胸の上に平地したカツオギの金箔飾りの工事も付随して行われた。10月23日に春光、本殿への千座祭を採用した。神宮の第61回神宮式年後千宮に伴う神宮宮殿社、鉄脚古材を排除し、1994年11月16日に自賃祭を、1995年4月1日に春光期吉原意識を採用。 平殿と廃殿が増築された。2009年9月、渋谷キャンパス再開発事業の一環として、神殿の外交を一新するとともに、神殿左手の井戸水を利用し前提に、神ナビ川を整備。神殿周囲に、神ナビの森を構築した。主だった祭典は、以下のように分類される。他記念祭、戦没先輩学ト慰霊祭、漢月祭などの祭典。 各種大学施設新設に伴う春光祭などが採用される。在学の新成人が参列する成人加官式では国内の大学で唯一の新式の成人式が公式行事として行われ、新成人は神殿報告の儀で神殿に参拝する。ありがとうございます。